ナンバーアンダーラインアイライブ T シャツ開封動画。ファン換気のデザイン着心地を徹底レビュー。ナンバーアンダーラインアイライブ T シャツ着てみた。予想を裏切るクオリティに感動なキッツラスパークサイズ感、素材、こうでも。ファンの皆さんにとって、ライブツアーのグッズが手元に届く瞬間は特別なものです。それは、ただの物理的な商品以上の意味を持ち、 アーティストとの深いつながりを感じる瞬間でもあります。特に今回のナンバーアンダーライン愛のツアー T シャツが届いたという報告が続々と上がってくる中、そのデザインや着心地に対する感想がファンの間で大きな話題となっています。届いた T シャツを手に取り、まず驚かされるのはそのビンテージ感。実際に手にした瞬間から、思った以上にこだわりを感じる画像で見るよりも何倍も素敵だと多くのファンが感動の声を上げています。 この T シャツの最大の魅力の一つは、そのヴィンテージ加工です。まるで何十年も前から大切にされてきたかのような風合いがあり、本当に自分の持っているヴィンテージバンド T シャツと遜色ないという意見が多く見られます。ファンにとってヴィンテージ感は単なるデザイン要素ではなく、アーティストやバンドとの歴史や思い出が詰まったものとして特別な価値があります。そんな中で、 この T シャツは初期のナンバーアンダーラインアイを思い出させるデザインが採用されており、未来にヴィンテージショップで飾られることを想像させるほど、ファンにとって特別な一枚となっているのです。また、素材感についても多くのファンが絶賛しています。着心地が良く、肌に優しい質感が感じられ、何年も着続けているかのような柔らかさがすぐに実感できるという声もあります。 特に暑い季節やライブ中の激しい動きの中でも快適に過ごせるように、休館性や通気性にも配慮されているようで、その点がさらにファンの満足度を高めています。脱ぎたくない着たまま外を歩いて自慢したいという気持ちは、多くのファンが共有していることでしょう。しかし、ここで一つ興味深い問いが生まれます。なぜ、この T シャツがこれほどまでにファンの心をつかんだのでしょうか。 単にデザインや素材が優れているからなのでしょうか。もちろん、それも一つの理由ですが、それ以上に、この T シャツが持つ、物語性がファンにとって大きな意味を持っているのではないでしょうか。アーティストの活動やライブに参加することは、ファンにとって一つの経験であり、記憶です。その経験を形にしたものがグッズであり、特に T シャツのように日常的に着用できるアイテムは、 ファンの日々の生活にアーティストの存在を常に感じさせてくれる役割を果たしています。この T シャツを着ることで、ファンはアーティストとのつながりをより強く感じ、彼らの音楽やメッセージを身近に感じることができるのです。さらに、今回のナンバーアンダーラインアイの T シャツに見られる特徴的なヴィンテージ加工は、まさに、時間の経過と、思い出を象徴していると言えるでしょう。ファンの中には、 この T シャツを手にした瞬間から数十年後の未来を想像し、ヴィンテージショップに並ぶ姿を思い描いている人もいます。これは、単なるファッションアイテムとしての T シャツではなく、時を超えて愛され続ける存在としてのアーティストへの敬意が現れたものです。このように考えると、アーティストのグッズはただの消費財ではなく、ファンにとっての感情の象徴であると言えます。ライブに参加し、 その経験を共有することができたファンにとって、その時の感動や喜びを形として持ち帰ることができるグッズは、かけがえのないものです。そしてそのグッズが、今回のように質感やデザインに細部までこだわって作られたものであれば、その価値はさらに高まるでしょう。この T シャツをめぐるファンの声を見ていると、単に買ってよかった、着心地が良いといった物理的な感想だけでなく、 これを着てライブに行くのが楽しみ、ナンバーアンダーライン愛の歴史の一部を手に入れたといった感情的なつながりを強調するコメントが多く見られます。これはアーティストとファンの間に築かれた信頼と愛情が深いものであることを物語っています。もちろん、すべてのファンが同じタイミングでこの T シャツを手にするわけではありません。中には、まだ発送通知すら来ていない何がいつ届くのかわからないといった声もありますが、その待ち同士さ,さえも、 このグッズに対する期待感を高める一因となっています。そして、待っている間に他のファンが T シャツを手に入れた瞬間の喜びをシェアすることで、その喜びはさらに広がっていきます。このようなファン同士のコミュニケーションも、現代の音楽業界においては非常に重要な要素です。SNS を通じて、世界中のファンがリアルタイムで感想を共有し合うことで、同じアーティストを応援する仲間同士のつながりが深まり、 コミュニティ全体が活性化していきます。特に今回のようなツアーグッズは、ライブの前後にファン同士が交流するための絶好のトピックとなり、その結果、さらに多くのファンがグッズを手に入れたいと感じるのです。また、ここで考えるべきもう一つの視点として、現代の消費者が求めるサステナビリティやエシカル消費といった価値観があります。ヴィンテージ感のあるデザインは、ファストファッションとは一線を画し、 長く愛用できるアイテムとしての魅力を持っています。ファンがこの T シャツに対して何十年後も大切にしたいと感じるのは、そのデザインや品質だけでなく、今の時代に求められている持続可能なライフスタイルに合致しているからかもしれません。これからのファッションやグッズにおいても、こうした視点がますます重要になっていくことでしょう。ナンバーアンダーラインイの T シャツは、ただの衣服ではなく、 ファンとアーティストの絆を象徴する特別な存在です。手にした瞬間の興奮、ヴィンテージ感あふれるデザイン、そして長く着続けたいと思わせる品質。これらすべてが、ファンにとっての大切な思い出とともにこの T シャツに込められています。そして、これからもこのようなグッズを通じて、アーティストとファンのつながりはますます強固なものとなっていくでしょう。ナンバーアンダーライン愛の T シャツが持つ魅力は、まさにその、 物語性に集約されると言っても過言ではありません。ファッションアイテムの一つとしてだけでなく、アーティストとの思い出やつながりを日々感じることができる存在としての T シャツは、ファンの心に深く響くものがあります。この特別なつながりは、ただの消費財を超えた感情の共有であり、その意味において、ライブツアーの T シャツは他の商品と一線を画しています。また、ファンがこの T シャツに強く惹かれる理由の一つとして、 その限定性も上げられます多くのファンはライブツアーという特定の期間やイベントにしか手に入れることができないグッズに対して特別な価値を乱出しますライブツアーでしか購入できないあるいは数量限定という希少性がそのグッズを手に入れた瞬間の喜びを何倍にも増幅させているのです迷ったけれど買って本当に良かったといった声が多数聞かれるのもまさにこの限定性が影響していると考えられます さらに、この限定性はファンの間での共有体験にもつながります。同じ T シャツを着て、同じライブに参加することで、ファン同士が無言のうちに一体感を感じることができるのです。それは、言葉を交わさなくても互いに理解し合える、まさにアーティストを中心としたコミュニティの形成です。SNS 上で T シャツの到着を報告し合い、その感想を共有することも、 このコミュニティの一環として重要な役割を果たしているでしょう。ファン同士の絆が深まる瞬間は、アーティストが生み出す音楽やライブそのものに加え、こうしたグッズの存在が後押ししています。一方で、ライブツアーの T シャツが持つ役割は、ただの記念品にとどまりません。日常生活での着用を通じて、その T シャツはファンの個性やスタイルの一部となります。ライブの思い出を持ち帰るというコンセプトは、 ファッションとしてのアイテムに形を変え、日常に溶け込んでいきます。多くのファンが、これを着て外に出て自慢したいと感じるのも、この T シャツがファッションとしての魅力を備えているからです。そして、ヴィンテージ加工や素材へのこだわりが、ファッションとしての価値をさらに高めています。ここで再び注目すべきは、現代におけるファッションと自己表現の関係です。特に若い世代にとって、 着る服は単なる消費財ではなく、自分自身を表現する手段として非常に重要です。ナンバーアンダーライン愛の T シャツもまた、ファンにとってはアーティストへの愛情や支持を表現するための一つのツールであり、そのデザインや素材がファンの個性と調和することで、より強い自己表現の一部となっているのです。これは、ファンがこの T シャツに対して、着ているだけで誇らしいという感情を抱く理由の一つです。また、 こうしたグッズを通じて、ファンはアーティストと、時間を共有することができる点も注目に値します。ツアーが終わった後も、その T シャツはファンの手元に残り、何年も先まで大切にされるでしょう。そして、ふとした瞬間にその T シャツを見たり来たりすることで、ライブの思い出が蘇り、アーティストとのつながりを再確認することができるのです。この、時間を超える価値は、 グッズの物理的な耐久性だけでなく、感情的な価値が加わることでさらに強化されます。